はい、こんにちは、ピカですけどね、バーチャルルマンで起こった事件ですね。いやー、マックス・フェルスタッペン、F1 のマックス・フェルスタッペンが、もう、激怒してるっていうかね、もう冷静にマジで呆れてるっていうシーンがね見られました。はい、このバーチャルルマン、まずねちょっと解説したいと思います。何なのかっていうと、rFactor 2っていうね、こんなね、私も以前の動画でね紹介して、それ概要欄貼っときますけど、はい、こんなね rFactor 2っていうね、今最もリアルに近いと言われている、市販されているシミュレーター、こちらを使った本当のね本格的なルマン24時間レース、これがまあどのくらい本格的なのかっていうと、本当ね素人運転できないレベルなんですよ。でなんかね設定が違うんじゃないかと思うぐらいパッと走ってね30秒ぐらい遅いっていうね。でだいぶ詰めてね、今20秒差ぐらいまで来てるけど、まだまだね全然つまらないっていうね、そんなねもう本当何度もスピンしてしまうようなね、こんななんかすごいスピンばっかりするっていう、本当に難しいのよ。で何がまず難しいかっていうと、もう本当にリアルなんで、まずマシンのセットからやらなければいけない。そしてこれに合わせた走り込みをしなければいけない。まあリアルかどうか、実戦近いかどうかは別として、これはこれなりにゲームをやり込むというようなイメージでこれをねやり込む、まあ実写のテストをやり込むという意味で、まあ実写のね車作りからやっていくっていうようなセットアップからね、シミュレーターになるとこう実写と違って結構ねこう設定範囲が大きいので、なのでもうすごい的外れなセットからちゃんとまともに走れるまですっごい時間がかかるんですよ。要はねこんなね、まあある意味リアルなねレースの組み立てなきゃいけない。チームとしてきっちりねセッティング係だとかドライバーとかでメカニックとかっていうような、まあ、メカニックというかね、要はセットアップメカニックみたいなこともちゃんとそういうねメンバーがいたりとかもしてですね、そんなリアルなレース何名かでね24時間を走るという本格的なねレースなんですよ。まあ自宅にねこうやってねいながらにしてやってはいるんだけれども、レースとしては本当にバーチャルの中でリアルに走るということなんですよね。そこで起こった事件っていうのが、このね rFactor のソフトがサーバーにねなんかハッキングかなんかわかんないけど、セキュリティの問題があって侵入されて、1位争いをしていたマックスのチームがまあディスコネクトされるっていうねことで、復活した時にはもう1週半離れていたっていうことなんですよね。それについてマックスがねめっちゃ怒ってるっていうことなんですよ。でたかがゲームだろおっしゃる方もいるかもしれないんですけど、とにかく時間を使わなければいけない。で大人が本当にね真剣にレースに取り込んでるということなんですよね。大人がもう何十時間も使ってねこのソフトで走り込んだりセッティングしたりするっていうところ、そこでやっぱチームでやっていて、でみんなねそれに何十代も、今回30代か40代かな、エントリーしてますんで、何百人って大人がね、もうプロの大人たちがもう真面目に取り組んでいるにもかかわらず、ちょっとレースシステムの不具合によってレースが台無しになるということで、マックスがもうこんなソフトアンインストールしろっていうふうにね激怒するっていうことなんですよね。はい、ちょっとこっからねどの辺がまあ本当にね大人が真面目に取り組む価値のあるものなのかっていうね、まあまあマックスはアンインストールしろって言うけどね、いやいや俺の中で今日言いたいことはそこがすごいなと思うわけですよ。マックスがそれだけもう本当に激怒しちゃうぐらいね、ゲームの大会でねなんかにぎやかしでちょっと出てくださいよっていうことではないってことなんですよ。本当にこの F1 ドライバーをもってしてまあ彼は言ってたけど、2ヶ月間俺たちチームは真面目にこれに取り組んできて F1 の大会をそっちのけでってそっちのけでとは言ってない、合間を縫って本当に時間を作ってね練習してきたんだということを彼は訴えてるわけですよ。それなのにもかかわらずっていうね、だからまあ逆に言えばだよ、これ逆に言えばそれだけの価値があるっていうことになってるんだと思います。そのね価値のところの部分を今日はちょっとね私もね賛同するところもあれば、まあそこはさってもうちょっとこう長い目で見ようよ、じゃあこの rFactor にお金を出してさもうちゃんとこう運営するような形にしようよっていうさ、そういう機会になればなという意味を込めて、今日はねそのマックスたちがプロが真剣になるシミュレーターとは何なのかっていうね基本的なところをね皆さんにお伝えしていこうかなと思います。はい、バーチャルルマンですね起動してきました。これのねもう本当にね何がリアルかっていうことを今日はね説明していきたいと思います。まずはね、はい、この映像ですね。映像も本当にね本当にリアル、こんな感じでねスローモーションで流すこともできたりとかね、かっこいい、かっこいいじゃん。それだけではなくこのセットアップですね。セッとアップがね、これを見ていただきたい。もうめちゃくちゃいろんなのがあって、まあ、エンジンのミクスチャーですね、ミクスチャー、ね、これもねステアリングとかでも変えられるんですよ。変えられるんですけど、ウォーターラジエーターカバー、まあ、ラジエーターのカバーをどのぐらいにするかで、これデータロガーで水温とかね全部見れるので、そういうのを見ながらこういうのもね調整していきますね。で、あとオンボードトラコンですね、トラコンの設定、この辺もどの辺にするか、ね、で相当変わってくるっていうこともあります。そしてね、まあ、ギアレシオですね、ギアレシオもねどれを使うのかっていうねところもあったりとか、あとはね燃費ですね、燃費、この本当に乗り方によって燃料がね燃費が変わってくるので、何リッター入れてどこでねどのくらい給油するのかっていうところももちろんありますね。そういうところももう超リアルにできてるということです。そしてね、もちろんスプリングのレートもありますし、このサードダンパーっていうね、そういうダンパーもまあリアルにねついてます。この車自体がね LMP2 なんですけど、そういうね、まあ、リアルな車についているダンパーがちゃんとサードダンパーっていうのも設定がありますね。でパッカーズとか、まあちょっとこういうスペーサーみたいなものとか、はい、ライドハイトももちろん変えるとエアロのね効き具合が変わってくるので、その辺までちゃんとシミュレーションされてますね。車高変えるだけで空力変わってくるんでっていうのも、もうね乗ってて感じるんですよ。でタイムももちろん変わりますね。ルマンはP1 でいいのかな、1でいいと思いますね。そしてアンチロールバーだったりトーインだったり、そういうところですかね。あとはダンパーですね、これもスローとファーストのリバウンドバウンドがあるというふうにね、これも実写さながらの、これでねまたこう、ただそれは調整できるだけでしょっていうことではなく、他のねソフトと違うのは、これによって車高バランスが変わって空力まで変わってくるっていうところがあるんですよ。なので不思議なことに、こうダンパーを固めると空力性能が上がるっていうところもちゃんと再現されてたりとか、その辺のね計算が素晴らしいんですよ。でこの辺はね、シャーシのルマンドライブプレートとかね、まあ、これちょっとさっきの車を選ぶところで選ぶんですけど、この辺とかも設定があったりしますよ。まあ、あとはもう当然ねタイヤチョイスですね、タイヤのハード、ソフト、レイン、そして空気圧、この辺もねシビアだよ。でもうちゃんとねこうテンプラチャー、温度を見て、アウトとこうインとね、この辺の走ってきた後にこの温度を見ながらキャンバーとかのね調整をするとか、そういうところも含めてやっていくということですね。あとはブレーキダクトですね、ダクトの調整まである、ダクトをどのぐらい開けるか、これでね、まあ、ブレーキの熱がねどのぐらい放熱されて、温度帯ですね、ちゃんとこう作動温度に入るように設定しなきゃいけないとかっていうのもありますし、それがねやっぱり天候変化だったり気温の変化、路面の変化でセッティング変わってくるとか、まあ、そういうね本当に細かいことがあるんですよね。そこまで、まあ、再現されているということですね。はい、それではね、まずちょっと乗りながら説明していこう。ピットロード出ましたけどねピットロードもちょっと面白くて、当然ねこうクラッチがあって、こうね両方押すとニュートラルに入ってバック、ね、ニュートラル両方に入って一足でクラッチをつないでスタートっていうところも、もう本当でこれエンストまでするからね、これエンストエンストする、ちゃんとでまたスターターボタンを押すとエンジンスタートするというところまでちゃんとね再現されてます。はい、そしてピットロードはピットレーンリミッターっていうのが今オンになってるんで、60キロ制限、59キロまでしか出ないっていうところだからね、こういうところまで再現されて超リアルなわけよ。はい、そしてボックスってボタンね、これを押すとピットレーンリミッターが解除されて全開になると。はい、そしてサーキット出ていくんだけれども、何がリアルって、まあタイヤの温度がね今55度ですね、ここにちょっと今出てるんだけど、はい、四輪の温度が出ています。でそれが温まってこないとグリップしてこないっていうのもね当然ありますね。でもう一個ちょっと言うとね、ちょっとやるよ、砂利道に出るじゃん、砂利道に出ると砂利を拾いますね、こっちのタイヤね。でこっちのタイヤ、こっちに曲がるときにこっち砂利拾ってんのが分かんの、こう曲げるとね、荷重かけるとハンドルがこっちがほらプルプル、分かるかな、プルプルするの、プル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 ってそういうところもあって、今ね多分フラットスポットが演出としたね、フラットスポットが多分できたと思うんだけど、スピンした時にフラットスポットができてて、あ、そう、フラットスポットができて、ほらもうハンドルがめっちゃプルプルするのっていうところまでありますプルプルするフラットスポット作っちゃったーっていうね、はい、タイヤがねロックしたまま、スピンしてた時にフラットスポットができたっていう計算になって、もうプルプルするもん、もうこのタイヤもうダメだっつって、はい、そして今ね ABS が効く、 ABS ねちょっとオフになってるんで、ABS が効いてしまうっていう、フラットスポット思いっきり作ってみるよ。タイヤをロックさせますね。ブラックバックすごいついたけど、はい、こうすると、あ、さらにねフラットスポットカタン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 、あ、カタン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 ってやばいよ、ほらほら、より振動がね激しくなる、ほらわかるかな、こう手にねすごい伝わってくるんだけど、でこう荷重をかけていくとね、ブレーキ、これフラット、あーまたフラットスポットでタイヤがロックしてる間はもうハンドル切ってもね、あーフラットスポット、すごいフラットスポットいやもうだからこう本当にねこう乗れないんですよ、まともにね、すごいフラットスポットだよこれ、うわ、こんな作ったことないから、いや初めてやったけど、フラットスポットすげえ超リアル、うお、手がもうマッサージされるぐらいプルプルしてる、うわ、なんかで最高速も なぜか伸びない、エアロパーツ壊れたかな、エアロパーツが壊れたりとかすると当然ね最高速が伸びない、はい、フラットスポットがすごいや、ちゃんとねこうゆっくりになるとカタ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 って、それカタ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 ってスピードが上がっていくとプルルルってゆっくりになるとカタ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 って、このぐらいだとすげえすごいね。でこれタイヤがね温まってきたりとか、あと空気圧が上がってくると据え切った時の感覚まで変わるのよ。据え切りした時に、要は空気がパンパンに入ってるとちょっと軽いじゃん、そのちょっと軽いっていうのも再現されてるから、そこがすごいんだよね。 R ファクター超もう本当にリアルだから、これちょっとフラットスポットできたんで帰りますね。はい、ということでパッとねフラットスポットができても戻ってこれるというところですね。でタイヤの温度もねだけじゃなくて、こう内圧圧力があって、内圧までちゃんと計算してるんで、まあ、こうやってスラロームしてるじゃん、これタイヤのよれ感とかタイヤの重さを感じるんだけど、内圧が上がってくると当然ねこうなんだろうな、ハンドルがちょっと軽くなるっていう、そういうところまでちゃんとね再現されてますね。内圧によってハンドリングっていうか、そのステアリングの重さが変わるっていうところまで再現されてるので、もうなんかね、なんていうのかな、まあ、本当にこう意識することなくただリアルっていうねそのリアルとは何かっていうことを説明していくと、なんかそういうところだよねっていうね。で、まあ、最も大事なその挙動のところ、こういう操作した時にとかね、こう何した時に、まあ、最終的にどういうハンドリングになっているのかっていうところも、まあ大事は大事なんだけど、そこに至るねそういう付帯的なこういうリアルさっていうのも大事なのかなっていうね、まあ、そういうところでこの、まあ、R ファクターすごいなっていうところがありますね。いやー難しいよ、本当に。だからこれをもうひたすら練習して走り込むっていうことなんですよね。それを2ヶ月かけるっていう、まあ、2ヶ月かかると思うよ、本当に。で、まあ、我々なんかもね、iRacing って別のソフトなんだけど、まあ、耐久レースみんなで出てたりもするんだけど、そういうのでもデイトナ、まあ、時間のかけようだけどね、2ヶ月前から、まあ、私はねちょっと練習して、今週末デイトナねレースありますね。それもちょっと注目ですよね。まあ、iRacing はねここまでの、まあ、でもほぼほぼ同じようなリアルさはありますよね。タイヤに対してちょっともうちょっと寛容かなっていうね。タイヤのシミュレーションに関してはもう rFactor すげえなっていうね。それぞれのソフトによって特徴はいろいろありますよね。まあ何度も言うようだけど、まあ、その付帯的なことがリアル、計算していることがリアルで あれば最終的なそのハンドリングとか、ね、限界域でのね、挙動がじゃあ本当にリアルになるんですかって言ったら、まあ、そこはちょっとまたね違う話だとは思うんだけど。本当にね、まあ、プロがガチになれるシミュレーターっていうことでね、rFactor 2すごいなというところですよ。それはマックスもね、いやそれは怒んないと思うよ、普通。そのなんだろうな、ちょっとここから先はすごい楽しいから無言で行かせてちょっとバレちゃうな、これわざとやったねってバレちゃうまあだからマックスが本当にねマジになるのがすごいじゃんっていうね。俺そこだよね。マックスがマジになってアインストールしろっていう宣伝、そういう宣伝なんじゃないかなっていう。まあだからマックスにそこまで言わしめたっていうのはすごくね、そこまでガチにさせて激怒させたっていうところが面白いっていうねふうには私は思いましたね。すごくすごいね、今の通過してたのもすごくね。はい、ということで、はい、私にはねこんな感じでもっといろんなとこが見えてますからね。はい、ということで今日はねマックスがガチギレした本格シミュレーター、プロが本気になるシミュレーターということで、rFactor 2の凄さをねちょっとまあいつもと違ってね普通に走ってるだけじゃなくてその凄さを解説させていただきました。ということでまたねこれになっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。いやこれもうやってみる価値はあるってことだよ、つまりそういうこと。